皆さんこんにちは、ゲブラ長豊の新井です。これから一株食べると一日長生きできるという長寿の草サクナソウを使ってフレッシュバナナジュースを作ってみたいと思います。お子様からお年寄りまで摂取できる、簡単なジュースの作り方を、これから、アップしていきますので、皆さんよろしくお願いします。まず、きれいに水洗いした後、この茎の部分は、取ってもらって、葉っぱの部分だけを使っていきたいと思います。では、ちょっと包丁でカットしていきます。じゃあ、葉っぱだいたい5枚程度をミキサーの中に入れていきます。で、原液を作りますので、ちょっとまあ簡単にこうちぎって入れてみたいと思います。で、お水は 300cc です。ちょっとこぼれました。ではスイッチを入れたいと思います。はい、ではこしてみます。ザルの中に固形の葉っぱが残ってますね。はい、液体は綺麗な緑になりました。はい、ではバナナ2本を剥いてミキサーの中に入れていきます。はい、で、その後、先ほどこした、ジュースを投入します。はい、ではスタート。はい、出来上がりました。はい、入れてみます。はい、こういう感じの色になります。では飲んでみたいと思います。美味しいです。今回お水でやりましたけれども、牛乳やヨーグルトドリンクで、お好みによっては、お砂糖を入れたり蜂蜜入れたり、また炭酸で割っても美味しいかと思います。はい、以上です。